はい、特別定額給付金に対してなんですけども、これね、内閣府と財務省で意見が分かれています。やっぱり効果的だったというふうな経済白書に、まあ、今回ね、印がされてるわけなんですけども、この経済白書っていうのは皆さんご存知だと思いますけども、ご覧になることあまりないと思います。端折って言いますと、経済白書っていうのは内閣府から出てるんですよね。ここにありますけども、西村経済、担当大臣が経済担当大臣です。だから財務省とは別の側面から、経済とか財政を見てるんでしょうね。で、経済白書っていうのは2020年度の年次経済財政報告と言われるやつですよね。で、いわゆる経済白書なんですよ。これなんですよ。コロナ危機、日本経済変革のラストチャンスと副題がついています。なんか重々しいですよね。ここではですね、やっぱりね、特別定額給付金とか持続化給付金には効果があったっていうふうに出てるんですよ。当然ですよね、内閣府が効果があると思って出したわけですから、本当に効果があるんだったら、効果があるって書かないと何やってんだってことになりますからね。で、財務省がそれに、反抗してるんですよね。財務省、麻生財務大臣率いる財務省と、それがね、菅総理率いる内閣府、こちらの見解が、相違してるわけなんですよ。で、私はこう思います。やっぱりね、菅総理に私たちはエールを送るべきなんじゃないかなと思うんですよ。ガス何やっとんじゃみたいなことではなくてね、そういうふうにバカにするようなことではなくて、菅総理が頼りなんだというメッセージを送った方がいいのかなと思うんですよね。皆さんどう感じますかね。で、麻生財務大臣は副総理ですから、総理以上の権限はないんですよ。ですので財務省をどちらかというと解き伏せてほしいというね、そういうお願いをしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。麻生財務大臣はね、なんかこの前の答弁、一昨日ですか、昨日ですか、のらりくらりとしてね、交わしているんですけども、何を言ってるのか本当わからないんですよ。論点をずらしてきたりとかね、本当めちゃくちゃなことをやってます。以前の麻生大臣でしたらね、こんなにね、歯切れの悪いことはなくて、滝の割ったような方だったんですけども、なんかわけわかんなくなってきましたね。本当になんか闇の勢力に、これロボトミー手術でもされたんではないかなと思っちゃいますね。ちょっと記事の方ちょっと見てみましょうか。ヤフーの記事にも載ってたんですけどもね、こちらです。コロナで当面デフレ圧力、需要喚起に給付金など効果的というふうに内閣府は出しています。20年度、今年のですよ、経済白書です。これがだから内閣府の今年のまとめってことなんですよ。東京6日ロイターって書いてますよね。西村経済担当大臣は6日の閣議に経済白書を提出した。で、いろいろと書いてますけども、詳しくはね、動画概要欄から読んでいただきたいと思います。読むの結構ね疲れますんで、私が端折って申し上げましたけども、2020年度のこれ経済白書はコロナ危機、日本経済変革のラストチャンスと副題がついたということで、財務省さえ邪魔しなければこれは成功します。ですんでね、本当にね、麻生財務大臣が国民の敵なんだと思います。今この人がね、金融担当大臣をやってる限り、日本の経済良くなることがないんですよ。ですんで、ちょっと不満はあるかもしれませんけども、内閣府を応援してですね、この西村経済担当大臣もちょっと頼りないんですよ。頼りないんですけども、仮にも経済財政担当と書いてますから、財務省に負けないでくれというふうなメッセージを出したいと思うんで、私はね、西村大臣の事務所の方にも電話をしようかなと思っております。もう電話するとこばっかりが多くて困っちゃいますけどもね。でもね、声を届けなければ何も変わりませんので、やっていこうと思います。最後だけちょっと一緒に読みましょうか。また感染症を克服する新たな日常の構築について、電子商取引の増加やシェアリングといった新しい消費形態が広がりを見せている中、日本の一人当たりソフトウェアストックは他の先進国に比べて見劣りしていると指摘。これ本当そうですよね。ちょっと難しい話ですいません。特に公的部門の IT 化の遅れが明らかになり、早々に改善是正を図ることが求められるとした。さらに IT 人材の不足も懸念されており、IT 関連産業に偏らず、幅広い産業に IT 技能を有する人材が雇用されていく必要があると指摘した。はい、ここまで読みましたよ。はい、ありていにてですね、IT が使いこなせる人材が少なすぎるんですよね。特に社会の中核である40代、50代に IT リテラシーが低い人が偏ってるんですよ。本当にね、これね、非常にね、ダメージの大きいことですよ。だから IT の技術があれば、普通の人でも内閣府に入って、そこでね、指示ですとか、それから教育とかできるはずなんですよ。でもその人材が足りないんですよ。で、内閣府では IT が案外遅れてます。未だに最近までハンコ使ったりね、もうペーパーでコピーして、その人数分、こう、
なんていうホチキスで閉じたりみたいな作業してるんですよ。いつの時代なんて話じゃないですか。それこそね、地方の中小企業の私みたいなね、私とは言いません、私みたいな一人企業してる人の方がむちゃくちゃ IT 使いこなしていて、自宅の中から全てをコントロールしてるんですよ。だからね、東京都心のオフィスよりも機能的なのが、地方でこうやって一つの部屋で毎月数百万の売り上げを上げてる一人社長ですよね、一人企業の社長。本当にこれね、私のつながりが結構あるんですけども、みんな一人で会社やってて、もう売り上げとかあらり高いんですよ。一人で納税額がね、2000万、3000万っていう人ゴロゴロしてますんで、だからどのぐらいの収益を上げてるのかってことは想像に難くないんですけども、IT を使いこなすとこういう風になるんですよ。なぜなら IT を使いこなしている人が少ないんで、そこにニーズが偏るんですよね。できない人ができる人に頼むわけですから、だから IT が詳しい人っていうのはものすごく引っ張りだこなんですよ、今。全然人が足りないんですよ。それこそ内閣府に人が足りないぐらいなんで、地方の中小企業なんてもっと足りないですよね。皆さんも市役所とか区役所に行って、ものすごく待たされたって経験ありませんか？あんなのね、市役所区役所でやらなくても自宅で済むことばっかりですよ。我々民間、もう私に任せろとは言いませんけども、私たち民間の事業者に頼んでいただければ、全てがね、在宅で片付くことばっかりが、市役所で何人もの決済が必要だったりね、なんか番号札を取ってお待ちくださいみたいなことしてるわけですよ。こんなね、アホな話じゃないと思いますよ。まあですので、そういうことも込みでね、 IT を使いこなす人があまりにも少なすぎたと。今の40代50代ですよ。今の40代50代が本来ならもう IT のキャリアが十数年とか二十数年とかないといけないんですけども、そういう方が残念ながらね、いないという形で今ここにいるんですよ。まあですんでね、やっぱり例えば私がね、官邸にメールしましょうとか、それからいろんな事務所に電話しましょうみたいなね、抗議の声を上げましょうって言ってますけども、やっぱりこういうことも言われないと気づかないって方が多いのが大半なんですよ。そういう人たちが悪いってわけじゃないんですよ。でこの現実を踏まえた上で、私が思うのは、呼びかけていくことっていうのは、政権に対してもそうなんですけども、私たちと同じ世代の人にこうやったらいいんですよっていうふうに呼びかける人がもっともっと増えればいいのになと思ってるんですよ。そうするとみんな気づいたら動けるじゃないですか。やっぱりね、私たちは何に忙しかったのか分かりませんけども、でもね、ちょっとね、気づくのが遅れたことが結構あるんですよ、お互いにね。私もパソコンを始めたの40からなんですよ。現在48ですけども、この8年間で私はね、いろんなものを手に入れました。だからね、この短距離競争ができるんですよ、私たちは。本来だったら 42.195km 走らないといけないところを、 IT を使うことで 100m 走ったらもう完走しましたみたいなことができるんですよね。例えば住宅ローン、私は3年で払い終わってるわけですよ。っていうか一発で払ってますからね。一発で払って、そのお金を貯めたのが3年間なんですよ。でこのぐらい、その2000数百万っていうね、住宅ローン本来だったら30年間で組まないといけないところを、もう本当に1日で払い終わってるわけなんですよね。でこういうことができちゃうわけなんですよ。だから IT を使いこなすと、どれだけね、私たちは人生の幅が広がるかっていうことと、あとはね、IT を使いこなすことによって強大な敵に勝つことができるんですよ。戦うことができるんですよ。まあ、ですので、難しいかもしれませんけども、できそうな方はね、IT、その情報を駆使して、IT を駆使してね、Google から提供されているもので十分ですから、YouTube で十分ですから、これでね、ペンは剣より強しを証明できるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと熱くなってすいませんけども、私はね、やりますよ。一人になってもね、できることをやっていきます。まあ、結果的に負けるかもしれませんけども、でもね、走り抜けていこうと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。はい、改めまして、速稼塾の久保です。今回ね、ぐだぐだと喋ってしまったんですけども、要するにね、財務省はもう給付金の第2弾出さなくていいと。給付金は効果がなかったんでっていうふうに、麻生財務大臣の言葉を借りてね、言われてますよね。でも、内閣府は経済白書において、給付金は効果があったとはっきりと書いてくれてるんですよ。でこれはね、まさに国民の感情そのものです。給付金の第2弾を要求してもダメだっていう勢力と、要求すれば出してくれるんではないかなっていうふうに整理する勢力ですね。この対立が国民間でもあるわけですよ。ですので内閣府と財務省の対立そのままじゃないですか。あなたあとどうするかなんですよ。諦めてもう疲れた、もういいやってなるのか、それともね、いや自分は本当に困ってるから要求を出していくんだっていうふうに自分で動くのか、この違いですよね。で私はね、一人でもやり続けます。これからも電話もしますし、メールもしますし、動画も作り続けます。お前再生回数だろう、再生回数稼ぎじゃないかって言われても、そんなことはね、もう気になりません。一人でも多くの方が自分のね、窮状、苦しい状態を訴えるチャンス、それに気づいていただけるんだったら、私はどんな批判を浴びてもね、この動画作り続けますからね。特別定額給付の第2弾、これが出たところで、はっきり言って一瞬の一息つくぐらいかもしれませんけども、ただ精神的にものすごくね、希望が見えると思うんですよ。なんかね、やれば何かができるっていう風な、期待が確信に変わる時が来るんじゃないかなと思うんですよ。
私たち国民の声は確かに届いたんだっていうふうに思えるんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、本当に私はそういう意味で精神的なね、よりどころとして今回の特別定額給付金の第2弾いくらでもいいんで3次補正予算に組み入れてほしいなと思いますし、できれば年内給付をね、一部の方だけでもいいんでまずは出してもらいたいなと思ってます。これからもしっかりとね、電話させてもらったりとかメールさせてもらったりとか動画を作らせてもらいますんでね、おせっかいながらこれからもやらせてもらいますんでよろしくお願いします。